さてと。次は準決勝第一試合です。孫悟空選手、準備はよろしいですか？わかりました。それでは頑張ってください。さあ、準備が整ったようです。それでは二人に入場してもらいましょう。はじめっから飛ばしていくつもりだろ？もちろんだ。見せてもらおうか、修行の成果。では天下一武道会準決勝第一試合、始めてください。俺はこの時をずっと待っていたんだ。前の天下一武道会は確かに俺が勝利した。あれは運が良かっただけだ。今回は運ではなく実力で、はっきりとお前より上に行ってやる。頭かけんな。運も実力のうちだろ。まあ、おめえと戦うわ。おい、その通り、遠慮なしでやらせてもらう。おりゃ、天津飯選手と孫悟空選手は1年前に。なるほど、あの頃より技の規模が数段上がっている。果たして、お前はどちらが勝利するのか。熱々は終わらせてやる。チャンスだ。スピードの差があっても、それをものともしないと。だが俺の目は常にお前を捉えている。私は先祖、お前は止める。とんでもない試合です。まさに人気を恐ろしいことがありません。今だ。果たして何が起こっているのか。あれ、すごい攻撃です。さすがだ。これだけ動き回ってもまだ息が上がっている。やはりこの試合はあっさりと決まることはない。それでいい。お前との勝負はそうでなくては面白くない。間違いありません。両者、3年前の決勝よりはるかに実力が上がっております。恐ろしい2人です。一体どこまで強くなるのでしょうか。そしてどちらが勝利を手にするのでしょうか。ちょっと変身反応しろ。戻って攻撃が入りました。我慢して見事に技を当てました。3種目の攻撃が続けざまにヒットしました。ヒュー、体温まってきたぞ。孫兵、お前は全くすごいやつだ。あの3年前の時点でその強さはまさに完璧だった。そいつをさらに上回るとは恐れ入ったぜ。おめえだってやっぱすげえや。相当修行したんだな。もちろんだ。負けたくはないからな。これはまたとんでもない試合。まさに息をする暇もありません。おお、天津飯、ちょっとたまな。俺ちょっと服脱ぐからな。服？ああ、好きにしろ。暑いからな。ああ、ちょっとここで息をつくようです。孫選手、道着を脱ぎ始めました。無理もありません。この暑さであれほど動き回れば。よっ。なあ。孫、このシャツちょっと見せてもらっていいか。ん？おう。な、何？孫、お前今までこんなのを着て戦っていたのか。うん、
様がな、これも修行だって。リストバンドも、まさか靴もそうなのか。うん、亀仙人のじっちゃんの修行の時もさ、亀の甲羅背負ってたんだけど、同じようなもんだな。何のんびりしてんだよ。俺が片付けてやら。ああ、悪いな、クリリン。気つけろよ、おめえからな。なんだよ、こりゃ。お前、これって普通の重さじゃねえぞ。だろ、片っぽだけで20キロだもんな。足がだるくなっちゃってさ。よしっと。全部で100キロ以上はある。なんと驚きました。孫選手、これまでは重い服を着て戦っていたようです。それであの動きをしていたわけですから、いやはや言葉が出ません。はは、軽くなった。お待たせ。なるほど、これでさらに速くなるわけか。いいだろう、お前がその気なら俺もとっておきの必殺技を披露するまで。とっておき？一体どんなんだ？お前がいくら身軽になったとて、十二の目から逃れられるかな？十二の目？死神の剣！なんと天津飯選手が4人になったように見えます。どうなってんだ、残像剣じゃねえ、みんな本物だ。その通りだ。まさかまさかの4対1。これは孫選手どのように対処するのでしょうか。やっぱおめえはすんげえよ。前の天下一武道会からずっと強くなって、ほらワクワクが止まんねえぞ。悪いなぞ、今回も俺が勝たせてもらうぞ。へへん、そうはいかねえぞ。確かにおめえの技にはびっくりしたけどさ、勝つんはオラだ。では決着をつけるとしよう。お前か俺か、どちらが上かはっきりさせるぞ。この指針の剣を破れる者はいない。スピードがあんのだよ。ますます重さとなってきたぜ。4人を相手によく粘る。4人の剣士を選手を受けに、スピードで対抗。今だ、剣士の選手を動揺していきます。この技、もうオラには通用しねえぞ。
なんてやつだ。なんとなんと、孫選手、数的不利をものともせず互角、いやそれ以上に天津飯選手と戦っております。うわ、やっぱおめえとの試合は面白いや。でもそろそろ勝負決めねえとな。天津飯、次で勝たせてもらうぞ。勝たせてもらう、バカなことを。へへ、その技の弱点もう分かってんもんね。弱点だと。4人になったのは失敗だったな。しまった。なんと。へへ、勝った。おめえらしくねえ失敗だったな。4人になったのはすげえ作戦だったけどさ、1人の力4人に分けたから、攻撃も守りもスピードも全部4分の1の力になっちゃったもんな。まさかこうもあっさりと見破られるとはな。乾杯だ。武空術を使う暇もなかったぜ。どうも。場外です。天津飯選手、まさかの場外負け。孫悟空選手、決勝戦への進出が決定いたしました。悟空のやつ、あれほど動いたにもかかわらず息が乱れておらん。今の悟空の一番恐ろしいところはパワーでもスピードでもない、とんでもないほどのタフさを身につけたことじゃ。やっただな、悟空さん。すごかっただよ。おらぶったまげちまった。とんでもない武道館になっちまったんだな。へへ、見直しただろう。惜しかったな。いや、惜しくないさ。はっきり言ってあいつの強さは桁違いだ。まさかここまで腕を上げているとはな。さてと、いよいよか。父、ちょっとおめえ表に行っててくれっか。え、ああ。神様に話聞かねえとな。神様。そうか。気がつかなかった。そんな格好してんだもんな。ちょいと人間の体を貸してもらったのだ。ピッコロのやつを倒しに来たんだろ。なんでわざわざ神様が。孫悟空よ、お前ミスターポポから私とピッコロとの関係を聞いたのではないか。私とピッコロは一心同体、もともと一人の人間であったということを。そしてピッコロを殺せば、この私まで死んでしまうことまで聞かされてしまったのだろう。それを知ってしまったお前にはピッコロを倒すことはできんだろう。殺さずになんとかすっさ。なんとかなるような甘い相手ではないこともよく知っているはずだ。もともとが私のまいた種だ。自分のことは自分で解決したい。剣道よ。お前の修行はほとんどミスターポポに任せておいたから、実力のほどは今一つ定かではないが、今のピッコロを食い止めることができるのはこの私しかいないと思っている。まさか相打ちして死ぬ気じゃねえだろうな。神だって命は惜しいぞ。それに神が自殺行為をするわけにはいくまい。心配せんでいい。
良い方法を人間が教えてくれたのだ。さて、自分と戦いに行くか。さて、この準決勝第2試合でもう一人の決勝戦進出者が決定いたします。これまた素晴らしい好試合が期待できそうです。2人とも無名の新人でありながら超達人、マジュニア選手とシェン選手との一戦であります。おじけづいて逃げてもよかったんだぞ。そういうわけにもいくまいよ。さあ、では準決勝の試合です。始めてください。あっさりと片付けてやる。あいにくこの俺の標的は貴様などではなく孫悟空なんでな。孫悟空を抹殺し、邪魔者のいなくなった後で再び世界征服を狙うつもりなんだろう、ピッコロよ。なぜそれを。この場で俺のことを知っているのは孫悟空だけのはず。あ、そうか、そういうことか。貴様の正体が分かったぞ。その姿は借り物ということか。下界に何の用だ、神め。今頃分かったか、ピッコロ大魔王よ。下界に来たわけは言うまでもなかろう。まさかこの俺を退治しに来たとでも言うんじゃないだろうな。まさかではない、その通りだ。一体どうしたのでありましょうか。シェン選手、何やら激しく言い合っておりますが、さっぱり言葉が分かりません。聞いたこともない言葉です。このピッコロ様を退治だと。貴様血迷ったか。貴様と俺とはもともと一心同体だ。俺を殺せば神である貴様も死ぬことになるぞ。そんなことはもちろん承知しておる。まさか自殺する気じゃあるまいな。心配せんでもいい。自殺などせんでも、お前の悪を食い止める手段を人間が教えてくれたぞ。覚悟は良いな。まさか魔風馬だ。はあ、うわ、魔風馬返し。しまった。まさかこんな結果に。せめてこの人間の体だけでも返さねば。そいよ、私は死んでも構わん。こいつを倒せ。世を清めてくれ。つぁ、このピッコロ様にいつまでも同じ手が通用すると思ったら大間違いだ。もはや俺様に弱点はなくなったんだ。ダウンです、シェン選手。そこに倒れている男はただの人間だ。気がついたところでどうしようもあるまい。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。神様が、あのちっこい瓶の中に吸い込まれちまった。9、10、立てません。マジュニア選手、不思議な技で勝利。決勝戦進出を果たしました。どけ。おい、その瓶、オラによこせ。冗談じゃない、せっかく鬱陶しいやつを封じ込めたんだ。ああ、さあどうする。
これで俺様を殺さん限り瓶は戻らんぞ。だが俺を殺せば奴も死ぬ。困ったな。もしもし、シェンさん、大丈夫ですか？いちち。ん？よかった、気がつきましたね。あれ？あの、ここは？ひょっとして、天下一武道会の試合をする？え？そうですよ。頭でも撃たれましたか？変だな。わしはいつの間にこんなところで？酒でも飲んだっけ？いや、これはどうも。あらら、なんか別人になったみたい。ん？そういや、亀仙人のじいさんは？あれ？さっきまでいたのにどこに行ったんだろう？ほっときなさいよ。どうせトイレか女性のお尻を追いかけに行ったんでしょう。ちくしょう、あの野郎、神様を。ソン、教えろ。あのマジュニアというやつは何者なんだ。雰囲気で魔族のものだとはわかるが、あの強さはただものじゃないぞ。その通りじゃ。悟空よ、訳を話せ。ああ、無天道士様。うん。もう隠してても意味ねえかな。正直に話す。あいつはピッコロ大魔王だ。何だと？バカな。ピッコロならお前が完全に退治したはずだ。ああ、確かに倒した。でもどうやらピッコロは死ぬ前に卵を残したらしいんだ。その卵にピッコロの全てを詰めて、だからその卵から生まれたあいつはほとんどピッコロと変わりねえんだ。しかし俺は見たぞ、今のマフーバでシェン選手から。そうだ、シェン選手の体からもピッコロのようなやつが飛び出して瓶に吸い込まれた。あの人はピッコロじゃねえ。人間の体借りてピッコロと戦ってた神様だよ。神様だと？神様とピッコロはもともと一人の人間だったんだ。神様になるために捨てた悪い心がピッコロになっちまった。だからどっちも相手を殺せば自分も死んでしまうんだ。なるほどな。自分を殺さずに相手を消し去るにはまさにマフーバはうってつけじゃ。そのマフーバっちゅうやつで神様は瓶に閉じ込められちまったんだけど、元に戻れるんか？蓋さえ開けられればな。どうすんだよ。瓶は奴が飲み込んじまったし、なんとかしたくてもあいつの強さは異常だぞ。確かに。はっきり言って神様が負けた以上、今の俺たちでは束になってかかってもかなう相手じゃない。この中で可能性があるとすれば悟空、お前だけだ。すまんの、マフーバも通用戦今となってはお主だけが最後の望みじゃ。大丈夫、オラがなんとかすっさ。大丈夫ってお前なんか策でもあるのか？んなもんねえけど、やってみなきゃわかんねえだろう。おいおい、さてと、決勝が始まるまで何してよっかな。あ、悟空さん、待ってけろ。あれは余裕なのか、開き直りなのか、わからんけど、あいつは昔から不思議な安心感がありますよね。今回も期待していいのでは？うん。
うまそう。なんかいつ、はっ、やっ、えっ、はい、えっ、はい、えっ、はい、なんかいつ、なんかいつ、なんかいつ、よし、力湧いてきたぞ。木がすんげえ溢れてくる。火がすんげえ溢れてくる。いよいよ次は決勝戦です。準備はよろしいでしょうか。わかりました。それでは決勝戦を開始します。ご来場の皆様、お待たせいたしました。いよいよ決勝戦が始まります。天下一の達人は果たして孫悟空選手でしょうか、マジュニア選手でしょうか。では両選手どうぞ。じゃあやってみっか。頑張れよ悟空。死ぬでねえぞ。オラ新婚早々未亡人なんて嫌だべ。仲間と別れを惜しむ必要はないぞ。貴様を殺した後、すぐにこいつらもあの世に送ってやるからな。そんなことにはなんねえさ。
さあ第23回天下一武道会、天下を取るのは果たしてどちらでしょうか。覚悟はできたか。何の覚悟だ。もちろん死ぬ覚悟だ。それでは天下一武道会決勝戦始めてください。今度のピッコロ様の実力は3年前とは比べ物にならんぞ。オラだってだ。ついに始まりました。天下一武道会決勝戦。どちらが世界一の第一勝つのか。世界中じゃあ発想はね、見守っていません。草の際消せばあっという間にこの世は俺様のものになる。そうだ、オラを倒せたのか。貴様はおめえの思い通りにはさせねえぞ。発想が消えちゃう。すごい連続攻撃です。貴様は他の雑魚と。これは俺様の人気と言うなよ。そろそろ嫌がすぎだ。いや、無理しようぜ。うわっ、結局ものすごい攻撃で引き分けていきます。それにしてもものすごい試合です。世界でトップ2の2人が激闘を繰り広げております。マキレイ選手の攻撃がサム選手を襲います。さすがにこの程度じゃ終わんねえか。次は何してくるつもりだ。だおのれ。会場もろとも吹き飛ばせ。さ、これやがった。おのれ。この俺様に一瞬とはいえ恐怖を与えおったな。ものすごい孫悟空選手の攻撃でした。しかしマジュリア選手、信じられないことにこらえきりました。あれ？はて、どこかで。に、似てるぞ。ピッコロ大魔王に。ピッコロ大魔王？そういえば。ほんとだ、似てる。そっくりだ。似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。世界中に知らせておけ。孫悟空の息を止めた後、再び貴様らの王になってやる。ピッコロ様の天下がよみがえるのだ。これは大変なことになりました。
選手は実はあのピッコロ大魔王だったのです。プロね。みんなも少し離れてくれ。その方がオラも戦いやすい。わかった。ゴミどもが散って静かになったぜ。言っとくが、おめえなんかに天下は取らせねえかんな。そういう自信にあふれたセリフは次の技を見てから言うんだったな。ほう。いよいよこれで貴様の最後が見えてきたな。でっけえ。死ね。これで貴様に勝つのに、アリのようにラッサンと気にしてやる。でかくなって、素早さは変わってね。無理かどうかは、最後まで聞いてみると分かねえぞ。魔女を死ぬのに見るって。マジニア選手、孫選手めがけて大きな口から光線を放ちました。強大なマジニア選手、手を踏みだけでものすごい攻撃を放ちました。孫選手、押されているぞ。孫選手の攻撃が続けたままにヒットしました。出かけた、その分場外が落ちやすいかと思ったけど、今後に及んでバカなことを。貴様が考えるべきは自分が死なない方法だけだ。どう殺すかが大切だけれど、その前に神様にどうにかしなければ。手柄一武道会会場中の回復はほとんど。観客や住民はこのパパリア島から急いで脱出しているものと思われます。私は島を離れたいところですが、どちらが勝つか見ていこの場を離れるわけにはいきません。おのれ、すばしこい奴め。へへ、それぐらいの大きさだったら怖くなんかねえさ。もっともっとでっけんだったらやべえけんどな。これ以上は大きくなれんとでも思ってたのか。うわ、まさかそれで目いっぺいじゃ。見るがいい。でかい。さらにものすごい大きさ。まるで山です。さあどうす。へん、引っかかったな。なんか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 できるのか。天津飯、こいつをこれは蓋開けてくれ。よし。一体そうか、私はマフーバを跳ね返されて。神様ですな。悟空のやつが見事な作戦であなたを救出したのです。悟空が。おのれ。なんだ、元に戻るんか。また体の中に入られちゃまずいもんな。この俺をここまで。許さん、絶対に許さんぞ。何もかも吹き飛ばしてくれる。
ピッコロ大魔王様の最後の賭けを受けてみるがいい。なんてものすごい気だ。こんな超パワーな気は初めてだ。いかん。こりゃとんでもないぞ。逃げろ。みんな今すぐこっから離れるんだ。悟空さんはどうする気だ。オラはこれで見せる。バカを言え。いつまで五条を張るつもりか。一緒に逃げろ。逃げるんだ。くそ、ダメだ。もうみんなが脱出する時間がねえ。聞こう。おいみんな、死にたくなかったらこの穴に飛び込め。よし。悟空、無理するんじゃないぞ。無理だ、孫。てめえ、もたもたすんじゃねえよ。神だかなんだか知らねえが、とっとと入りやがれ。死ねえ。終わった。ねえ、バカな、そんな。もうおめえに勝ち目はねえ。今ので残ったすべての気を使い果たしちまったはずだ。優勝いただき。行くぞ。あれを耐えて。化け物か。さっきのフルパワーの一撃で気を使い切っちまったね。おめえの失敗だったな。オラも耐えられっかどうか一か八かの賭けだったけんど、こうなっちまえばオラの勝ちだ。まだ俺はいいか。飛ばすぞ。地獄を見せてやる。逃がさんぞ。終わらせてくれ。
するつもりだ。おーい、うわー、うわシンパノちゃん、カウント。あ、はい。これはひょっとして死んでいるのでは？死んじゃいねえさ。こいつはそんなヤワじゃねえよ。ではカウント。ワン、ツー、スリー、フォー。5 6 7 8 9。はあ、生きていながるか。だが残念ながらここまでだ。まずは右足、左足。うわ、これで動くのは左手だけだ。だが前の戦いでは腕を一本残してしまい、父は敗れた。これで貴様は全く身動きができん。最後の一撃を食らうがいい。殺される、悟空が死んじゃうぞ。おい、天津飯とやら、この私を殺してくれ。そうすれば奴も死ぬ。しかし早くせい。神は自殺はできん。それ以外に孫を救う方法はないぞ。やめろ。そんなことすんな。この一瞬を俺は待ち焦がれていた。ピッコロ大魔王の仇はピッコロ大魔王が撃つ。死ぬ。悟空、粉々になりよったぞ。いくらシャンロンといえど、こ
これではもう復活はさせられまい。勝ったぞ。孫悟空は死んだ。恐怖に満ちた魔の世界を復活できるのだ。そんな畜生、よくも悟空を。最悪の事態になってしもった。ついでに貴様たちも始末をしてやる。あの世で孫悟空と対面するんだな。なんだと。くそ。ん？ん？ん？なんじゃクリリン。天津飯さん、あんた目がいいだろ。あれひょっとして。やっぱり悟空だ。なんと武空術だ。俺の負けだ。審判のおっちゃん、あいつ場外に落ちただろう。え？シエイさん、オラ勝ったよな。そういえば確かに、ここは場外。孫選手の勝ちです。孫悟空選手、天下一武道会優勝。やったー。悟空さん、やったな、やったな。お前やっぱりすげーよ。最後の一撃を武空術で避けるなんてな。驚かせやがってこの野郎。オラ優勝したぞ。大丈夫け悟空さん。あんまし大丈夫じゃねえ。すぐに病院へ連れてってやるぞ。心配無用だぎゃ。オリが先祖を持ってきてやったんだわ。あ、お前は。やじろべ、なんでここに。ちょっと様子を見に寄っただけだわ。そしたら急に爆発してまうもんだで、とっさに隠れてって。そんなことはどうでもええでしょう。ほら、げ。ありがてえ。武道会で優勝したぞ。なんと。やべ。待て。なんださん。そりゃこっちのセリフだよ神様。一体何をする気だったんだ。こやつはまだ生きておる。息の根を止めねばならん。生かしておいてはならんのだ。ピッコロを殺せばあんたも死ぬんだぞ。そうなったらシェンロンに頼んで私だけを復活させてくれればよい。神様が嘘をついてもいいんか。何。ドラゴンボールとシェンロンはもともと神様が作ったんだろ。だから神様が死んじゃったらドラゴンボールとかも消えてなくなっちゃうんじゃねんか。それは本当ですかな。この私なんぞ、もうとうの昔に神をやめるべきだった。ピッコロなどという恐ろしい悪を生み、その力は神をも超え世を混乱に陥れたのだ。
そんな私に神の資格などあろうはずがない。死んで当たり前なのだ。ジョコ、世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなければ今の孫悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。たった一個のドラゴンボールから全てが始まり、そして世を守ったのです。孫よ、良い師匠に出会い育てられたな。うん、ちょっとエッチだけんどな。いや、わしは基本をちょっと教えただけで、ここまで成長させてもらったのはあなたやカリン様が。はっ。お、やはりお前は亀マークのついた道着が一番似合うわい。サンキュー。やじろべ、先頭もう一粒くんねえか。え、おめは一つじゃ足りなかったのけ。ほれよ。サンキュー。食え、元気になっぞ。お前、何するんだ。バカ野郎、何考えてんだよ。おめえがこのまま死んじゃったら神様も死んじゃうもんな。それによ、宿敵がいなくなっちまうっちゅうもちょっとだけ寂しいしな。その甘さが命取りになる。今日のところはこのまま引き下がってやるが、そのうち必ず貴様を倒し世界をいただくぞ。この次に会う日までせいぜい楽しんでおくんだな。もっともっと修行して強くなれ、ピッコロ。ほら、その強さをもう一歩超えてみせる。あんなにチビだった孫くんなのに、今は山よりも大きく見えるなんてね。悟空さん！よかった！生きててよかっただよ！何すんだよ、父。そうか、忘れておったわい。悟空のやつ、新婚さんだったんじゃ。孫よ、私に代わって神になってくれぬか。その資格は十分にある。二人で天界に住むがいい。え？オラが神に？冗談じゃねえ。やだよ。あんな退屈なとこにずっといたら、それこそ死んじゃうよ。私の後を引き継ぐのはお前以外にはおらんのだ。ビーキントンやーい。ソン、みんなバイバイ。また会おうな。スプリー、ゴクー。追いかけなくてもよろしいのですか。いや、無理強いはできぬ。あやつはひとところにとどまる性格ではありませんからな。なに、そのうちさらに強くなってひょっこり現れるでしょ。神様の誘いを断ってよかっただか。あんなとこへ行ってもつまんねえよ。それよかおらもっと強くなりてんだ。そんでピッコロよりさらに上に行く。天下一武道会で優勝してもまだ強くなるべか。さすがオラの旦那だべ。どうせならピッコロよりもぶっちぎりで強い男になってけろ。ああ、よし、行くぞ。父、振り落とされんなよ。
悟空さん、今日からオラたちの新婚生活が始まるだな。その新婚生活っちゅんがよくわかんねんだけどさ、一体何すりゃいいんだ？そりゃまずは新居をどこにするか決めたいだ。ん？このうちじゃダメなんか？ここは二人で住むには狭すぎるべ。夫から結婚祝いで家のホイポイカプセルをもらったし、どこに建てるか決めるだけでいいだよ。二人で暮らす大事な家だからな。場所にはこだわりたいべ。ほら、どこでもいいから全部父に任せぞ。そんなこと言わず、悟空さんも一緒に考えてほしいだ。夫婦っていうのは何でも二人で話し合って決めるもんだってよく聞くだよ。ふん、そういうもんなんかんだ。早速二人でいろいろ見て回るべ。ここなんかいいんじゃねえか。オラもっと静かなところがいいだよ。ここはちょっと落ち着かねえだ。そうか、じゃあここならどうだ。確かに静かで見晴らしはいいけんど不便すぎるべ。均等がねえとどこにも行けねえだよ。え？じゃあここじゃ別荘だべ。修行する場所じゃねえだよ。じゃあさ、ここはどうだ？完璧だべ。まさにオラの理想の場所だ。そっか。いがったんだ。早速家を建てるべ。父、危ねえ。父、大丈夫か？ああ、怪我はないだ。ち、外したか。運のいいやつめ。おめえら、危ねえだろ。なんでこんなことすんだ。俺たちはお前を消すように頼まれたのさ。こんなすごい武器までもらっちまったぜ。かなり恨まれてるみてえだな、孫悟空さんよ。おめえら、オラのこと知ってんか？そういうことだ。あんたが何をしたのかは知らねえが、聞いてもらうぜ。武器を使っても歯が立たないなんて。これに懲りたらもう悪さすんじゃねえぞ。おーい、君たち大丈夫か？この付近で爆発音がしたと通報があって飛んできたんだが。もう大丈夫だ。悪いやつはみんな悟空さんがやっつけてくれたからな。なんと、君は強いんだね。こいつらが手したことねえんだ。いやいや、重火器を持ってるんだよ、この男たちは。ん？どうしただ？こいつらは全員指名手配犯だよ。捕まえてくれた君には謝礼を渡さないとね。謝礼？なんだそりゃ。悪いやつを捕まえたからお礼がもらえるってことだべ。こいつらは3年前、ピッコロ大魔王が国を乗っ取ろうとした時に刑務所から脱獄したんだ。その後もいろいろと悪さをしていたようだから捕まえてもらって本当に助かったよ。はは、いいっていいって。だが脱獄した悪党たちはまだたくさんいてね。え？
そいつらが中心になって仲間を集めたらしく、今では人数が相当膨れ上がっているんだ。そんな悪い連中がまだこんなにうろついてるなんておっかねえべ。君は腕が立つみたいだし、この悪党たちを捕まえるのを協力してくれないかな。悪党たちを捕まえるたびにお礼をするから、近くにいる警官に話しかけてくれればいいよ。もちろん私に知らせてくれてもいい。私は普段西の都のパトロールをしているよ。ああそうだ、もし悪党の発見情報があったら君に通信で連絡するよ。よくわかんねえけど、悪いことしてるやつがいたらやっつけりゃいいんだな。ピッコロに比べたら全然弱いけんど、修行の足しぐれにゃなるかもしんねえな。悪党を懲らしめんのはいいことだけんど、気をつけてくれな悟空さん。心配ねえって、こんなやつらには負けねえさ。心強いな。それじゃあ私はこいつらを連れていくよ。それじゃあ悟空さん、慌ただしかったけんど早速新居を建てるべ。へえ、なかなかいい家じゃねえか。悟空さんのおかげで最高の場所に家ができたべ。でもさっきみてえなことがあったら、のんびり新婚生活を楽しむのは無理だな。あの悪党たち悟空さんのことを狙ってるって言ってたし。そういやそんなこと言ってたな。誰に狙われてるか心当たりはねえのか。わかんねえな。戦ったら腹減ったな。